与田少年は日本の実業家、元エバラ製作所代表取締役社長、東京出身。1962年に一橋大学経済学部を卒業し、第一銀行を入校、スイス第一官業銀行総支配人等を務めた。1990年、藤村博之会長に見込まれ、エバラ製作所入社。同社では財務部門の責任者として、 財務体質の改善のため、技術部門の反発が強い中、研究開発投資の抑制を成功させ、藤村会長からの評価を高めた。2000年6月茨ラ製作所、代表取締役社長就任。同社ではヨガが、常務以上の役員で、唯一の文系出身者で、また、設立以来二人目、30年ぶりの事務系出身の社長であり、早抜き以外で、 初の社長でもあり、異例の人事であった。社長就任後は、非中核部門の整理などを進め、2004年には2期連続の最終赤字を克服し、黒字転換を達成した。同年、社長定年65歳の内記に従い、社長を退き、相談役就任。同時に、藤村広之会長も、名誉会長に退いた。家族は、妻と、かずで、趣味は、 特にない。2000年3月16日、日本経済新聞2000年3月3日、日経産業新聞2000年3月16日、日本経済新聞2000年3月16日、日本経済新聞2 0 0年2月12日、日本経済新聞2 0 0年2月13日、日経産業新聞2000年3月16日、日本経済新聞。ありがとうございます。